トベドームの盾役者である滝沢秀明氏がツイッターで今回のイベントについての思いを語った。滝沢秀明、ハイリーアキー滝沢のツイッター、アットマークエッジ、滝沢329には、トベドームイベントへの興奮と期待が溢れています。彼はファンに向けて声援を送り、イベントでの自分の出演を約束しています。この情熱的なエネルギーに包まれた雰囲気は、ファンたちにとっては待ちに待った時が来たことを実感させます。 トベドームイベントは、トベアーティストや滝沢秀明自身にとっても特別なものです。彼はツイッターでファンたちに向けて、イベントでの彼らの歓声がパフォーマンスの演出の一部になることを期待しています。これは、ファンの声援がアーティストたちにとって大きな励みとなることを示唆しています。彼は、世界中のファンに向けて、トベの瞬間を楽しむよう促しており、その興奮がまさに世界中に広がるでしょう。トベドームイベントは、 Amazon プライムビデオを通じて世界中に配信され、ますます多くの人々にアーティストたちのパフォーマンスを楽しむ機会を提供します。滝沢秀明は自らも Amazon プライムビデオでの配信に参加し、世界中のファンと一緒にトベの瞬間を共有することを約束しています。この世界的な配信は、トベの魅力をより広く知らしめる機会となることでしょう。滝沢秀明は、 トベアーティストたちやイベントのスタッフに対する感謝の気持ちを表明しています。彼らの努力と熱意がファンにとって特別な体験を生み出していることを認識し、感謝の意を示しています。トベドームイベントではファンたちが心から楽しめるようにと全力で努力していることが伝わってきます。トベドームイベントが終わる頃には滝沢秀明とトベアーティストたちのパフォーマンスに対する感動が世界中に広がっていることでしょう。 彼らのエネルギッシュなステージングや情熱的なパフォーマンスは多くの人々の心を捉え彼らの夢と情熱を共有する機会を提供します。トベドームイベントは滝沢秀明とトベアーティストたちのファンにとって待ちに待ったイベントとなるでしょう。彼らの熱意と情熱が世界中に伝わり多くの人々が彼らのパフォーマンスを楽しむことができることを願ってやみません。 トベドームイベントに参加したことで、滝沢秀明とトベアーティストたちの情熱と熱意を間近で感じることができました。彼らのパフォーマンスは、まさに心に響くものであり、世界中のファンにとって特別な思い出となるでしょう。最後に、トベドームイベントが世界中の人々に夢と感動をもたらすことを願っています。彼らの情熱と努力が報われ、多くの人々が彼らのパフォーマンスを楽しむことができることを願っています。 プライムビデオの登場により、トメ・ドームは世界中の何百万人もの人々がどこからでもこのイベントに参加し楽しむことができるようになりました。これはテクノロジーにおける大きな進歩であるだけでなく、アートへの愛と情熱を世界中の人々に広める機会でもあります。トメ・ドームは音楽だけではなく、情熱、メロディーとリズムを通じた人々のつながりでもあります。参加者一人一人が物語の一部となり、 アートがもたらす魔法の一部となるイベントです。トベドームのような賑やかな音楽イベントに参加したことはありますかそれらの瞬間を経験した時、あなたはどう感じますかこの度に参加する準備はできていますかあなたの音楽と感情を世界中の何百万人もの人々と共鳴させましょう。トベドームがあなたを待っています。